おはようございます、ジャスト株式会社代表関真関です。今日は久々に夫婦関係というか、夫婦円満セミナーとかね、婚活関係のセミナーやってますので、ちょっと夫婦についてお話したいと思いますけど、最近なんかあれ、話題になって、ワイドショーで話題になってる、芸能人のおしどり夫婦と言われた夫婦がなんか離婚で裁判にまで発展してるのが、M、はい、16歳の時に結婚したんだっけ、はいはい、奥さんが16歳で旦那さんが一回り以上違うなんて、はい、40何歳で、そうですね、はい、まあ分かんないけど結婚して、これこの奥さんが離婚したいって言ってんだよね、はい、で旦那さんはまだ今あれだよね、32歳かな、はい、で旦那さん55ぐらい、はい、そうですね、ちょっと分かんないくらいですね、はい、これ離婚の原因は何だろう、離婚の原因ですか、人のことをな、はい、ワイドショーみたいになってるけどさ、なんかまあそれこそワイドショーじゃないですけどで言われてるのはモラハラっていうんですか、なんか言葉の暴力があったっていうのが理由として言われてはいたので、うん、なるほど、はい、まあちょっと魂的に考えてみるかね、はい、魂的に考え、はい、人間って何でできたっけ、肉体と、まあいろいろ分かんないんだけど、はい、まあ、体と精神と精神と魂、ちょ魂っていうのはまあちょっとまだ立証はできてないんだけど、はい、おそらくあるかもしれない、はい、でこれは何を求めるかだよね、はい、体は何を求める、安定、その維持するというか、うん、そうだよね、生存しようとするんだよね、はい、精神が安定ですか、安定というか落ち着きというか、うん、そうだね、維持だよね、なぜ精神でも純粋なエネルギーだと思っていいから、はい、要は常に変化してるので、はい、何かをとどめたい、はい、はい、まあ、これもそうなんだよね、体にとどめたいって、はい、何かをとどめたいって、要は、はい、だから人が日記書いてするの精神だよね、だ後世にの何か残したい、はい、なんか建物建てる、お墓建てたり、はい、あと、まあ、芸術絵を描いたり、はい、そういった精神の活動だよね、はい、で魂は何を求める、多様性だったり変化とか、これはあれね、変化しないんだよ、はい、永遠不変、はい、死にもしないし、はい、変化しない、傷つきもしないんだよ、しかも、はい、あるとしたらね、はい、あるとしたら傷つきもで、なただ絶対的すぎるっていうか、はい、で これのみだとはっきり言ってつまらない、はい、要はもう光だけならば、うん、光って何か分かんない、はい、だから闇が必要なの、はい、だから魂じゃないものを要する、はい、だからこれ多分体験とか想像だろうね、これがしたくてたまらない、はい、でこの三者がこうやってこう どういうふうにこう絡み合うというかバランスでこう生きてるのかなと思うんだよね、はい、でも16歳の時に結婚して今32歳の人、はい、16年も結婚してるんだ、はい、すごいね、うん、そうですね、でおそらくこの動機はこれだろうね、はい、違う人生を生きてみたいっていう、はい、で32歳で今子供何歳かもう多分大きいかもしれないね、はい、うん、でもう高校生ぐらいだったですよ、ちょっと分かんないんだけど、そうですね、はい、でそういった時にずっとまた子供を産んでまたおそらくもう耐えきれないっていうかさ、うん、もうやっぱ違う体験をしたいっていうのは、はい、出てくるんだろうね、うん、でその時にあれだよね、このやっぱ男性何を
させてあげれるかだよね。はい、うん、魂すごいよ。貧乏すらも経験したいし、はい、豊かさも経験したいし、うん、何でも経験したいの、とにかくね、はい、うんうん、でこう3つ、人間って3つに分解して考えると、なんかこうその、はい、なんとかな、なんか矛盾をはらんだ、はい、肉体的に考えればこれ一番多分いいと思うよ。ただずっと一緒にいれば、はい、うん、はい、うん、一緒にいた方が安定するしさ、うん、でここがこの人間の複雑なところだよね、はい、ということで、どうもありがとうございます、はい、ありがとうございます。